えー、お疲れ様です。それでは、35週目、こちらの方の見通しに入っていこうと思います。35週目は、8月の26日から8月の30日までの1週間、月末を飾る1週間になりますね。えー、それに加えてですね、9月にアメリカが利作業すること、これが確定的な報道に変わりました。おそらくそうなるでしょう。ということは、円高の方向に触れていって、 144円、143円、場合によっては140円を割って130円台に入ることが見通されるわけです。ただ、そんな単純なプレゼントを金融業界が果たしてくれるのかなとっていうふうな疑いをもとにね、見ていかなければなりません。当面の8月26日からの1週間、ちょっとカレンダーから追っかけてみましょう。月曜日なんですけども、大きな材料はありません。 夜になってアメリカからね、ちょろっと出ますけども、月曜日はおそらく、この FRB の利下げの報道がダイレクトに響く、そんな一日になるんじゃないかなと思います。えー、これはね、えー、決断と精神力次第になりますけども、えー、ショートの方でポジションを取っていく、つまりセルの方でポジションを取っていけば、高い確率で利益を埋めるんじゃないかなと思いますね。さあそして、 そのまんま火曜日に入ります。月曜日と火曜日は連動したマーケットになります。火曜日も大した材料はありません。夜になってアメリカから出ますけども、これも全体を動かすには当たらないものだと思いますね。で、そのまんま水曜日に入りますけども、相変わらず水曜日も材料としてはそんなに派手なものはありませんね。ということで、月曜日から木曜日までが一つのマーケットということになります。はい。木曜日も大きな材料はずっと出てきません。 やっと21時30分に GDP の改定値が出ますので、ここで一つ大きなインパクトを与えて金曜日に繋がるということになると思います。はい。えっ、ー、と、月から木曜日までが一つのマーケットで、で、金曜日30日が一つのまたマーケットになりますので、基本的には30日金曜日はトレードをしないという方向がいいと思います。というのが朝からね、小刻みに材料が入るという日本の状況もあるんですけども、まあ今回はね、 月末にも当たりますし、それから、9月からアメリカがリ下げをするっていうところに対して、どんな資金が準備されるのか、これが未知数ですからね、30日は観察するだけにした方がいいと思います。えー、ぜひね、30、31日、そして9月の1日、新しい36週目に向けての体制を整えていただくために、身の回りの整理をしたりとかね、机の上を整理整頓したり、そんな時間に当てていただければいいんじゃないかなと思います。 はい。金曜日のラストでデフレーターが発表されて赤く染まってますね。はい。この辺についてもまた当日解説したいと思います。え、それでは35週目1週間ですけども、まあ場合によってはね、140円を切るようなそんな図式が見えてくるんじゃないかなと思います。基本的には週間トレードはセルの方向で見ております。それでは。